スリートのひとつらで集めた商品です。ということで、食べていきましょうか。はい。トリックはトリートー、せーの、いただきます。やっぱまずはチキンからでしょ。なんだよ、グーいっちゃうよ。これもハロウィン仕様なので8万人入っております。1万人。あ、うまい。ケンタから行きたい。いいよ。なんか何から行くのが正解なんだろうね。今ね、ケンタいいね。はるかさん、はるかの前にうまいもんがあるの、ちょっと心がいいみたい。ケンタッキーハワイ楽しみ。いただきます。うまい。小さい頃ハロウィンの仮装して近所回ってたわ。うん、お菓子くださいみたいな。トリックアトリートって言うんだよ。それでお菓子を入ってくれた。はるか今でもできるんじゃない。やってるやってる。行くよ。うん、解放されない。解放されない。スタバの新商品も、これ、うん、見てください。すっごい魔女みたいね。え、うまっ。めっちゃうまっ。ベリーの味。え、うまい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 それさ、あれに聞こえる。マリオ。さっきマリカ。あ、そう、さっきマリカやったんですけど、もうめっちゃうまかった。え、初っ端から3位かもしました。初っ端から1位だったよ。マジマジ。うん、マホリのやり方を風景なんかな。やり方わかんないままね、だってずっとこうやってったの。うまい。やばい、幸せだ、うん、今は幸せだ。めっちゃ幸せ。なんか、そこの仮面が、まぶたがふわふわせて、すごい腫れぼったさ見える。痛い。気に入ったのよ。あ、お腹いっぱい。あ、いや、マジそれでも言うとしまえば。マジどうなってがやばい、どうなってが。この間1万円企画コンビニでやってさ、うん、それのコメント欄になんか、うん、元値の範囲はなんか全部をまだらに食べることに書いてあって、うん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 、なんか1個を全部食べきった方がいいらしい、うん、いいって書いてあった。そうなんだ。その人はね、コメント欄だってこっちで結構散らばって食べてたよね、うん、ちょっとチキンやめてクリスピー、うん、ドーナツに行きます。お、こちらからケンタさ、食べながらスタバ飲むってどんだけ贅沢よ。あれなんかポンデリングの生地かなと思ったら、うん、結構さっぱり系の、うん、サクって感じ。ドーナツははるかと魔法で頑張ります。はい、お願いします。こまごまーちゃんってやつ頑張ります。さつまいもの色、さつまいも入れる。うん、大学院もみたい。この細長いタッティ、うん、で細長いボクさんいきます。うん、ボクさんっていう名前です。うん、メイクアラあーうまい。玉切らすコーラ欲しい。コーラ買えばよかった。うまい。それうまい。あ、なんかオレンジのジャムみたいなのが中に入ってた。見せて。はるかさ、絶対半分じゃないでしょ、うん、結構多めのこと。はい、半分は全部半分だよ。うん、マネルサンダースは僕のピエン、かわいい。うまい棒いただき。ねえ、やばい。このピエン食べます。うん、顔はないぞ。ピエン完食。チキンに戻ります。じゃあさ、理想のハロウィンは何したい。理想のハロウィンはお菓子の家でケンタッキーを食べる。理想のハロウィンはみんなで布団の上でケンタッキーを食べる。いつでも寝れるように。ハルカの理想のハロウィンはディズニーランドでケンタッキーを食べる。ディズニーランドに行くかい。ディズニー行きたいね。やっぱハロウィンの時期が一番好きなんですよ。別に一番何の行事が好き。3月6日の日の方がクリスマスから2月にかけて。あ、2月まで、うん、もう12月から2月の期間がすごく上手。それは分かる。12月から1月が好き。分かる。とりあえずお年玉とプレゼントと
で2月に誕生日があるんですよ、うん、だからそれまでが楽しい。それかも12月から1月変化直あのハッピーハロウィンの追ってみたの裏話なんですけど、はるかとさとみがさインスタグラムで撮ったんだよね、うん、何がいいですかみたいな投票ね。はるかはハクになったんですけど、さとみが、うん、あるものを決まったんですよ。で頼んだんだよね、うん、けどその日に届かなくてドンキでお墓を張って当日にお墓になるっていう。もしもしすごかったんだよね、うん、でもその墓めっちゃ好評だったからね。よかった、よかった。なんか割といけそうだな、うん、長い、何だろう、ピエン完食、うん、まっ見て、本当にカルパリコ初めて、めっちゃ味がカルパス待って、フォンデリングって意外と軽いね。これはいってるわ、フォンデは。あ、本当？フォンデはいや、フォンデじゃないもん、これ一番重いやつだ。これポンデ？え、プルンデだ。私の手に置いちゃえば、アンテナで1コロよ。まず1個目、2個目、3個目、4個目。あーうん。てか、全然、で。カットー！撮っていいカメ？いいよ。この間つけてるカメ、本当に武道会のカメみたいな。でもうちこの仮面つけるのに憧れてた。マジ？初めてうちの夢を叶えられた。あなたは琴音さんですか？はい。え、私何してた？あなた今ドーナツ一個も食べてなかった。それは申し訳ない、ごめんね。いいよ、帰るわ。みたいな漫才だったわ。なんかドストレートの本当のこと言ったね。記憶があるわ。ドストレートに言ったね。私が漫才です。生まれた時からじゃん。お母さん、なんでやねん。生まれた瞬間にも。おぎゃおぎゃおぎゃ。なにり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 。最強だなもん。寝言も。なんで。コアラトッポ。キノコとかちょっと回す。こっからやべえぞ。ママの話だな。皆さんアレルギーになったことあります？私食べ過ぎてそばアレルギーになりました。ここアレルギーになってもうた。みんなごめん。お前カルパス味完食。チョコケアともうちょっとじゃない？これ1個ずつ食べよう、1人1個ずつ。完食。頑張りました。さよう、終わりましたよ。おお。これでマーチ終わりました。みんな死んでる。頑張り、あともう少しだ。だいたい甘いものを先に片付けといて正解だね。いやマジでそれは思う。だってこれ何時間経ってる、これ。あ、やばいよ、気がもう落ちてる、うん、で自分の頭についたのがこんがりこに見えてきたの。そうだよ。恋する恋する未来はそんな悪くないよ。あ、トゥルルルトゥ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 ル。おい、あー、せいせい、明日晴れるかな。せいせい、明日晴れる。とんがりコーンが逃げていく。いや、食べられたくない。
ちです。スタンプチャージのまやちです。まやちです。ここは楽しいまやちです。時々、たまに元気です。ラップ作ろうぜ。東、右側、南、はい、お互いのことをディスってもいい、だがしかし褒めてもいい。ラッツスイッチ。お前の髪の毛こっちから見たら海藻に見えんだよ。俺が乗ってるのは海藻でしょ。おっと間違えたって。海藻中、海藻敷いて空想し、おおだけど何か似てるなって思うたらヘルメットヘルメットヘルメット、キノコに見せかけたただいヘルメット。マジくんおめでとう。わあ、じゃあ立候補完食。ほらあとこれだけ。実はオラもオラとスタバだけ。オラムだぞってだっけ。しんちゃんのさ始まるとき、こっちな、うちさスタバ飲むとビブリス、うちこのスタバ飲むとビブリスになるだろうと思ったら下の方にめっちゃ酸っぱいの溜まってたわ。うちもう甘いの飲みすぎて拒絶反応起こってんのが溜まってた。スターバックス完食しました。スターバックス完食しました。飲んだら食う腹です。ありがとう。飲んだら食う完食。せーの、ごちそうさまでした。やばい、こんな企画は初めてです。待って、割とガチでさ、気持ちが悪い。そうね。私たち、やるからにはやるけど、見たいに支障が出るということですね。皆さんは、お菓子は1日1個にしてください。はい。お菓子は食べ過ぎたらダメです。バイバーイ。11月24日、初のチェゴワンマンライブが決定いたしました。イエーイ。その名も、チェゴリシャスボリューム1。そこでチェゴ新曲初披露します。その他にもカバーダンスメドレーなど盛りだくさんです。詳細はチェゴの概要欄またはチェゴ重大発表の動画を見てください。チケットもチェゴの概要欄から買えます。随時 Twitter、Instagram でも発表するので皆さんフォローしてチェックしてください。みんなでいい思い出作ろうね。バイバイ。琴音です。いかがでしたか。いやもう本当にきつかったです。ドーナツがもう甘すぎて結構ボスでしたねあれは。はい、ということで皆さんも食べ過ぎないように楽しいハロウィンを過ごしてください。バイバーイ。